オフロキサシンは、第二世代入気の論系の抗菌薬である。錠剤のほか、天眼液、メナンコウ、天地液がある。1980年頃に第一製薬が、初めて合成し、1985年4月に、日本で、1990年12月に、米国で承認された。オフロキサシンはラセみたいであり、薬理学的活性体であるレボフロキサシンを50%と、 その共造異性体であるデキストルフロキサシンを50%含んでいる。オフロキサシンの副作用として、腱障害や末ッ神経炎が知られている。腱障害は治療終了後長期間経ってから生じ、障害にわたる障害が残る可能性もある。風雨必水薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されている適応症は、である。 錠剤のみに承認を有する疾患は特起しない。米国では、カキの疾患について承認されている。オフロキサシンは、梅毒には無効である。多用されて、薬剤耐性がついたため、臨病への第一選択薬ではない。オフロキサシンに、感性のカキの禁酒に対して、使用可能である。グラム陽性菌グラム陰性菌製剤成分に、過敏症を持つ患者のほか、 内服薬では、動物実験で、関節異常が認められたため、妊婦、または妊娠している、可能性のある、婦人並びに、小児等には近期とされている。前校でも述べた通り、一部の性病では、薬剤体性菌が増加しており、お風呂基シンは近期とされている。肝疾患を有する患者が使用する際には、注意がいる。重度の肝機能障害等では、 オフロキサシンの排泄が遅延する。オフロキサシンの主な排泄経路は腎臓であるので、重度の腎機能障害を有する患者では減量等を考慮すべきである。腎機能正常の場合は、血中濃度の半減期 T1 にイコール4.5時間、中等度障害で T1 にイコール5.3時間、重度障害で T1 にイコール12.6時間である。 精神病や転換などの痙攣性疾患を有する患者の場合も注意が必要である。主な参考資料は、お風呂キサシンは妊娠ラット対する超高用量、あるいはウサギに対する高用量でも再帰性を示さない。またラットに 360mgkg 日経口投与した研究でも、後期肺、分娩、授乳や 新生児の状態や成長には異常は見られなかった。しかし、50倍と10倍の投与量で、胎児毒性が見られた研究もある。8 1 0ログラム火で骨格の非定型が報告されている。人の妊婦を対象とした管理された、臨床試験は実施されたことがない。お風呂キサシンを妊婦に服用させる際には、有益性が有害性を上回る場合にのみ、止めるべきである。 筋骨格系の副作用が起こるので、小児への全身投与は承認されていない。ある研究では、3つの臨床試験に参加した五百534名の若年患者を治療終了後12ヶ月まで追跡調査したところ、レボフロキサシンを投与したこれらの患者での12ヶ月間の筋骨格系有害事象の累積発現率は3.2%で、 他の抗生物質を使用した893名の1.8%よりも高い発生率であった。LVFX 投与群ではこれら筋骨格系の有害事象の2、3は最初の60日以内に発生しており、86%は、軽度、17%は、中等度で、すべて長期間の後遺症なく回復した。712名の小児で、 LVFX とアジスロマイシン、またはセフトリアキソンの死中肺炎への有効性を比較した臨床試験の結果、LVFX 群で6%の有害事象が発生し、比較群では4%であった。これらの有害事象のほとんどは、LVFX との因果関係は、なしか、疑わしいであった。LVFX 群で2名が死亡したが、治療関連死とは考えられなかった。 米国食品医薬品局への自発報告システムには2011年9月20日の時点で筋骨格系有害事象が39件、中枢神経系有害事象が19件報告されていた。特に2005年4月から2008年3月にかけて報告の頻度が高かった。同期間内には11万2000名の小児患者に LVFX が処方されたと推測される。 錠剤の添付文書に記載されている重大な副作用は、である。天眼液とメナンコには、これらのうち、ショックとアナフィラキシーのみが記載されている。天人液には重大な副作用は設定されていない。頻度の多い副作用は、である。一般に、乳気の論系構成物質の忍び広姿性は高く、ほとんどの副作用は軽度か中等度であるが、 時折重篤な副作用が発生する。入気の論系抗生物質で治療された患者の全般副作用発現率は他の系統の抗生物質を用いた場合の発現率とおおむね同程度である。米国の疾病予防管理センターの研究では、入気の論系の副作用はセファロスポリン系やマクロライド系の抗生物質の副作用よりも重篤性が高く、 救急化にかかる割合が多いが、ペニシリン系、クリンダマイシン系、スルホンアミド系、バンコマイシンよりは低く少ないとされた。製造販売後調査であらゆる f 9について多くの種類の稀で重篤な副作用の事例が収集された。これらのうち、腱障害と神経系疾患である重症筋無力症の症状増悪の2点が、 米国向け添付文書のクロワク警告に記載された。入気の論型で見られる重篤腱障害のほとんどは腱断裂で、そのうちのほとんどはアキレス腱断裂であった。若い患者ほど回復が早く、高齢の患者では永続的に障害が残る症例があった。シプロフロキサシン、またはレボフロキサシンに関連するアキレス腱断裂の全般的な発生頻度は10万。 治療中17治療である。発生の危険性は、高齢ステロイド系抗炎症薬の局所、または、全身投与、で増加する。キノロン系関連腱断裂のほぼ1、3で、ステロイド系抗炎症薬が併用されていた。腱障害は、f 9投与終了後1年間が経過するまでは、発生しうる。f 9は、電位駆動型カリウムチャンネルを遮断して、 QT 延長を弱気させる。QT 延長は命を脅かすトルサードドポワントの原因となるが、最も頻繁に用いられるシプロフロキサシンとレボフロキサシンでは、QT 延長が最小限に抑えられている。クラーストリディアムディフィシルが原因で発生するゲリは、いろいろな抗生物質、特にスペクトルが広域なクリンダマイシン、セファロスポリン系、乳気のロン系で多く見られる。 入気の論型の疑惑性大腸炎リスクは、広域セファロスポリンと同等か、低い。FQ を服用すると、特に有害なクロストリジウム属が定着、繁殖しやすくなる。米国の添付文書では、時に、末梢神経炎が後遺症を残すことがあると記載されている。他の精神神経系症状として、不眠、不穏、稀に痙攣、精神病が起こるとされる。 稀な精神神経系症状は他にもあるが、研究により異なる。過量投与時に、急性症状を呈することは、ほとんどないが、腎不全や、痙攣発作が起こりうる。小児や、高齢者は感受性が高く、治療域の使用量でも、副作用の発生率は高い。オフロキサシンや一部の乳機ノ論は、薬物代謝酵素を阻害するので、シクロスポリニアテオフィリン、 ワルファリンなどの薬剤の血中濃度が上昇する。その結果、これらの薬剤による副作用リスクが増大する。オフロキサ浸透をスルホニルーレア系の高糖尿病薬と併用する場合には血糖値を慎重に確認することが進められる。ヒステロイド系抗炎症薬をキノロン系抗生物質と併用するは中枢神経刺激が増加して、経電発作が起こりやすくなる。 入キノロンは、アセノクマロール、アニシンジオン、ジクマロールの工業固活性を増加させる。さらに、ジヒドルキニジン、バルビツール酸系睡眠薬、キニジンなどの心血管リスクや不整脈リスクを増加させる。ステロイド系抗炎症薬を同時にまたは過去に使用していると、特に高齢者で、入キノロン服薬時のアキレス腱断裂のリスクが上昇する。お風呂サ写真を、 過量投与した場合の情報は限られている。現状で推奨される手当は、微洗浄と水分補給である。血液透析や腹膜透析は効果が薄い。過量投与で、中枢神経毒性、心血管毒性、腱関節毒性、肝毒性、人毒性、痙攣が見られるとの報告がある。また、お風呂喫茶神常用量でも重篤な。 精神病症状が発現したとの報告もある。常在の場合、オフロキサシンの生物学的利用能は約98%である。服用の1から2時間後に血中濃度が最高になり、半減期は4から5時間である。ただし、高齢者では6.4から7.4時間に延長する。十五からントが未変化体のまま、腎臓から排泄される。 肝臓からも4から8%が排泄される。2 0 0ラムと3 0 0ラムを繰り返し投与して、定常状態に達したとき、最高血中濃度は、それぞれ2 2 g トルと3 6 g トルである。インビトロでは、オフロキサシン分子の約32%が血小タンパク質と結合している。体組織に広範囲に分布し、水泡液、 子宮頸部、肺組織、卵巣、前立腺液、前立腺組織、皮膚、核胆からも検出される。ピリドベンザキソ人間があることで、母化合物よりも代謝されがたい。脱メチル体、または、N オキシド体は、尿中排ーセの5%未満、分中排泄の4から8%である。内因性の多くの化合物がオフロキサシンで、阻害、機能変化。 枯渇される。オフロキサシンは、広域スペクトル抗生物質であり、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に有効である。ほとんどの幻覚生物、特に細菌で、必須の2型トポイソメラーゼである DNA、ギラーゼを阻害して、DNA の複製を妨げ、細菌の分裂増殖を妨害する。英語版の添付文書では、オフロキサシンの投与量は感染症ごとに細かく、 定められている。腎機能障害、または肝機能障害がある場合には、血中濃度が上がりすぎて、致死的な事象が発生しないように注意しなければ、ならない。お風呂キサシンは、主に腎臓から排泄されるが、一部は代謝され、一部は肝臓から排泄される。腎肝機能障害がある場合、特に重症腎機能障害がある場合には、容量調節が必須である。 腎臓が主な排泄経路であるので、腎機能障害の方が肝機能障害よりも影響が大きい。服用期間は疾病の治療上必要な最小限の期間とされており、多くの場合7から14日間である。お風呂キサシンや他のフルオロキノロンに対する体制は、通常の治療期間中にも速やかに形成される。黄色ブドウ球菌、超球筋、可能連鎖球菌など、 多数の病原体について全世界で体制が出現していることが知られている。フルオロキノロンは2002年時点では、米国内で成人に最も多く処方される抗生物質であった。医療研究、品質調査機構の調査によれば、処方箋の42%が米国食品医薬品局に承認されていない疾患に処方されていた。 最近感染症であると確認される前に処方されることも多々あるが効果は保証されていない。オフロキサシンは最初の木の論系抗生物質であるノルフロキサシンに次ぐ広域抗生物質として1980年代前半に開発された。1985年4月に日本で錠剤が承認され、天眼液、目南光は1987年6月に 展示液は1992年3月に承認を受けた。米国では1990年12月に承認された。海外では蒸気の他に内容液、注射液、原中感染症治療薬オルニダゾールとの合剤がある。ありがとうございます。